さくらじお始まります。はい、小野さんまたよろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、はい、この方の名前をまず最初に、うん、西条康雄さん、はいはい、日本の歌謡曲の、ま、生みの親と言うべきなんでしょうか、うん、そんな存在かなというふうに思ったりもします。はい、小野さんそこら辺からちょっと今日は船木さんの話、ね、がありましたから、本当に学園シリーズでちょっと低迷した船木さんが西条先生のうちに連れられていって、若いもんだから先生最近あんまり書かないんですかと言ったらしいんですよ。おそれでね、奥様を早く亡くされたのかなんか知らないけど、いや女房がいないとだん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 記録みたいなものがっていう話があったと思いますが、まあこれはあのなんかものの本で読んだ記憶なんで、でその時にあの出てきた作品が花咲く乙女たち、みんなみんなどこへ行くっていう、そうですか。でその後につながったのがやっぱり絶唱有名ですよね、先ほどの。なるほど、文学シリーズに行くんですね。ね、うん、でこれはやっぱり船木さん嬉しかったと思いますよ、本当に本格的な文学を含んだ、歌謡曲を歌えたと。そうですね、どちらかっていうと、うん、今までの道はこうアイドルというか、うん、なんかそっちのこう色も濃かったですもんね。そうですよね、はい、だからやっぱり歌い手さんは本当にヒットするのは大変難しいけれども、ヒットしたか時に、はい、必ず低迷期が生まれるんですよ ね、 ね、上がれば下がる、下がるという、ということですね、上がれば下がる、はい、でこれは実は私が目の当たりに感じたことがありましてね、はい、あのある意味やっぱり学園シリーズをその船木さんの学園シリーズを踏襲した、はい、まあ、オリプロ系ですから、はいはいはい、森政子っていう、まあ、これも学園ソングですよね。高校から世代が若くなって先生、はい、先生で同級生中学3年生という、あそっか、うん、はい、これでやっぱりなんかスタタンから生まれた第1号歌手が大ヒットしましたよね、はい、そうですよね、ねえ、だけどやっぱり大手さんの宿命で、はい、だん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 ヒット曲が出なくなる。そうです、もう本当にあの流行りしたりの、うん、ね、もう 絵に描いたような形になるんですよ ね、 ねやっぱり、うん、でその真っ只中にまあ縁がありて、私はホリプロというところにいまして、はい、で、まあ、マネジメントセクションからお前歌作りセクション行けとかって、うんうんうん、私が希望もしないのに行かされて、はい、で最初に、まあ、本格的に取り組まされたのが、はい、森政子なんですよ、はい、そこから小野さんが本格的なこう歌の作り手の方になってしまった行ったわけですね。あの望みもしなかったんですが、そうだったんですね。いやだから運命というか、うん、巡り合わせというか、巡り合わせというか、はい、まあ、上層部の計算も、まあ、少なからずあったと思うんですね、うんうんうん、はい、で関わった時にはやっぱり当初ほど売れないんです。ああ、うんうん、やっぱりその大ヒット の、はい、あの、ええ、中学3年生までが終わった後、ええなんですね、うん、終わって、まあ、何曲も出してるんですけど、森政子さんその時はおいくつぐらいになられてたんですか。ね、やっぱり19、20歳ぐらいだったですかね。デビューが若かったですもんね。そうですよね、中学生ですもん ね、 ね、その時にやっぱり、まあ、形ばかりの歌になってしまったんだけど、まあ最初安藤さんの後を追っかけていって、コロンビアで追っかけていた時代になった西田爽彩香さん。はい、西田爽彩香さん。ね、はい。で、曲は遠藤実さん、まあ遠藤さんはほら、先生以降学園シリーズ、はい、遠藤さんだし、船、はいはい、木さんの学園シリーズも全部、ね、遠藤さんだから。はい。でもやっぱり、あの、鳩場通り、涙町っていうね、ちょっと臭めの、
演歌になったんだけど、やっぱりいけないんですよ、弾けないんですよ。でさあ、かれこれしてる時にあれで、ちょうどその頃でしたっけね、もう石川さゆりが低迷した5年間の中で、はい、津軽海峡冬景色っていう大ヒット曲を歌って、どんと来ましたもんね、うん、そんな時代だったんですよ。はいはいはい、そうだったんですね、同じモニクロの中で、はい、で、まあ、森まさ子さんにしては、まあ、ああいう、 こうおっとりした性格の方ですから、うん、口は言わないんですけど、それはやっぱり想像はできますよね、うん、そうですね。そんな時期にね、うん、まあ、津軽海峡冬景色っていうああいう、うん、まあなんていうか、うん、テレビの時代ですからね、はい、映像が似合う歌なんですよ ね、 そうですね、津軽海峡は阿久悠さんの、うん、はい、そんな中でちょっとやっぱりああこういう世界が売れるんだなと思って、うん、なるほど、まあ似たようなって言っちゃったらいけない、似てはいないんですけども、津軽海峡にはね、あんまり風景は出てくるんですけど、はい、あの個人的なその出てくる方の心情はあんまり入ってないんです。うん、そうですよね、あのそれを津軽海峡冬景色を歌っているその女性像というのが具体的にはないんですもんね。うん、で雪があったり列車があったりするのが出てくる、はいはい、ね、画面はあるんです、はい、そこをやっぱり、いや、そこにはないものをっていうことの、うん、まあ、旅情演歌、はい、旅情歌謡曲、はい、叙情歌謡曲っていう発注のもとに、うんうん、荒木豊田さんに頼んだのが、はい、春町本線日本海っていう、はい、まあ詩が最初出てきた春町本線日本海、はい、で、まあ、そのまま確か浜圭介さんにメロディーつけてもらったんですよね。いろいろ悩んだんですよ。で、まあ、日本海っていうのはこう雪のある日本海をずっと列車で旅するんですが、失恋の旅にこうなってくると、春待ちじゃちょっと、まあ確かに春を待つっていう意味においてはあるんですが、イメージとしてね、ということで悲しみ本線日本海にしたんです。それをタイトルを変えたのは小野さんが情報になったんです。おこがましいんですが、それはあのあれして、まああのという中でアレンジも、アレンジってやっぱりね、詩をイメージするんですね。いや、もう本当イントロって本当にそうですよね。うん、ね、うん、本当に。もう本当日本の歌謡曲はそれが素晴らしいと思います。そうなんです。はい、そうなんです。だからそんな中でまあいいアレンジ、龍崎さんだったと思う、龍崎浩司さんだったのでいいアレンジつけていただいて、はい、それで悲しみ温泉日本海っていうのが誕生して、まあ。ありがたいことに今までのその学園ソングから新しいイメージの森まさ子が、それであの詩の中をね読んで見ていただければ分かると思うんですが、あの旅の重さペンを取るというね、旅の重さペンを取る、はい、でこれで十分津軽海峡にはない世界があるんです。あの、その女性のね、はい、ね、本音を言ってるんですよ。もしも死んだらあなた抱いてくれますかっていう、まあ、割とまたアクさんとは違う世界が、そういうことってやっぱりね、本当に良かったね、学園ソングの森まさ子ちゃんが、うんうんうん、やっと新たなる世界に、うん、確かにというね、うん、私も忘れられないなんか作品でしたね。で確かね、僕会議で、まあ、前も言ったかもね、会議でこれが新曲ですって言った時にあんまりあだこだ言わない堀さんがね、なんか SE 入れろとかって言われて、はい、波の打ち寄せる音とか入ってるはずです、はい、あの感想かなんかに、はい、入ってますね、確認しましたでこんなことあんまり言わない人が珍しいなと思ってね、でなんか慌てて入れた試しがあるんですが、バシャーンっていうね音が入ってると思いますが、はいはい、確かに臨場感ありますよね、
ぱりあの海辺の海岸沿いを列車がこう走っていくという世界に引き込まれますね。そうですよね。だから本当にやっぱり歌い手さんって辛いお仕事で、ヒット曲はあっても必ず時期が来るとね、まあ、悩む時期があるんですよ、うんうんうん、でもう一人、まあ、これは本当にあのなんていうか、あ、まあ、ちょっと辛い話ですけれども、はい、坂場すずめでなんとか世の中に知られたかなと思う方が、うんうん、あ、ホリプロに来て 2,3 年また低迷するんですね、はい、うんうん、でその時に、まあまあこれもまたなんか運命的な出会いで、私はある意味強制的にやらされて社内のことはね、そうなんです、サラリーマンが辛いもんです、辛いもんです、はい、でそこでやっぱり船木さんと一緒の、はい、あるいは西条先生 に対する憧れという目を星野先生がお持ちだったんでしょう。星野哲郎先生ですね、うん、はい、で何かに、ね、なんかちょっと業界誌にもちょこっとなんかこうなんか書いたんですけれども、はい、他の歌手にはない、うん、古き良き日本女性の品格を先生引き出してほしいと、かっちゃんで、村上幸子さんのかっちゃんで、うんうん、で、まあ、偉そうな言にも言ってしまったんですがね、そしてその時の先生がね、はい、本当にほころんだような笑顔で、はい、分かりましたって書かさせていただきます、頑張ります、嬉しかったですな。でも嬉しいですよ ね、 ねで、これやっぱり本当に面白いもんです、うん、人それぞれの人格、本当ですね、大先生がね、本当ですよね、大先生ですね、大先生ですよ、本当にもう尊敬と恐れと、うん、恐れと本当に、ね、で言葉に気をつけながら、はい、あ、怒られるかなと思ったら、わかりました、喜んで書かせていただきます。いや素敵な先生ですね。ここが本当に僕はね、うん、昭和を代表するようなね、はい、作詞家さんですけど、でそれがもう本当に結果がうまくいって、うんうん、でこれはやっぱ船木さんがね、絶唱夕暮れで言ったように、これも文芸もの、はい、でさっちゃんも文芸ものね、はい、音的素放浪記、本当ですね。ねえ、文芸ものですよね、本当に。先生も嬉しかったみたいです。はい、うん、本当に。やっぱだから星野先生の頭の中には、うん、やっぱり西条八十先生の、はいはい、に対するこう憧れとか、憧れとか尊敬とかあったんですね、きっと ね。で西条八十さんはやっぱり始まりはね、さくらちゃんご存知、カナリアっていう歌があるんです。歌を忘れたカナリア。あれですか、西条先生のね、歌を忘れたカナリアは、そっからが西条先生の始まり、まあいろいろ、まあそれまでにあるにしても本当の始まりはカナリア。でこれね、我々にも言えるんですけど、はい、やっぱり西条さんもいろいろこのプライベートがいろいろあってね、別のそのお金を作り出さなきゃいけない状況にもあったみたいなんです。なるほど、はい、あのお父さんのことなんかで、うん、でその時にやっぱり歌を忘れてしまったらしいんですよ、詩人が。そう、歌っていうのは詩を含めた歌ですよ、はい、そういうことです ね、うん、自分のまあ仕事というか、うん、そういう意味の歌を忘れてしまった、はい、で、ああ忘れてしまったな、本来自分がやりたかったことと思いながら自問自答して、自問自答してできた歌が、歌を忘れたカナリアは、うん、なんとかの、なんとかに捨てましょうかですよね、はいはい、いえいえそれはなりませぬ、いえいえそれはなりませぬでそれ自分に言ってる歌らしいんですよ、うん、なるほどな、ねえ、今歌を忘れたカナリア歌詞出しますね、はいはい、歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょうか、いえいえそれはなりませぬ、歌を忘れたカナリアは瀬戸の小藪に埋めましょうか、いえいえそれはなりません。で4番が、歌を忘れたカナリアは象牙の船に銀の貝、月夜の海に浮かべれば忘れた歌を思い出す。いいですね、なんか、うーん、今言ったそのものでしょ、
当そのものですね。そっか。ね、忘れないように頑張ろうっていう風な自分へのね、そっか、励ましの、もうなんかあの夢を持って詩を書いて歌を作ってっていう、道を歩み始めたのに、やっぱりこう辛い追われて、雑事に追われて、きっとお金のこともあったんですね。あ、そうみたいです、そうみたいです。忙しい毎日を過ごしてて、ふと、はあ、歌を忘れた、 そんな自分を思ったっていうところなんです。そうです、そうです。そうか、でもこういう比喩表現になってくるっていうのがやっぱり、才能というか、ね、ですよね。それがほら当時テレビもラジオもないからね、やっぱり雑誌が、小さな雑誌にメロディー音符となんかを乗っけて、それが大ヒットして、今我々にもちゃんと忘れないでいるじゃないですか。そうですね。で、下手すら今の若い小学生、中学生だって知ってる人いると思いますよ、かなりやって、はい、全部は歌えなくても、歌を忘れたカナリアはかな、このフレーズを、多分みんな知ってると思います。私もそうでしたから、ね、はい、はい、で小野さんのお話で再認識させてもらった感じです。そうなんですよ。それで私がホリプロを辞めてしばらく経った時にね、はい、まだ若いホリプロの人たちに、小野さんお元気ですか、カナリアクラブっていうのを作りましたと。おお、なんと、なんとカナリアクラブ、どういう理由なのって。会社がね、歌を忘れてるから。あ、そっか。だからカナリアクラブというね、なんていうか同好会みたいなのを作りました。深いですね。ね、これもなかなかだね。ですよね。今ホリプロって歌い手さん作ってないんじゃないですか。いるんですけど、なんかもう、なんかタレントさんとか誰も知らないですよね、はい、俳優さんとかはいるけどね、はいはい、しばらく経ってから、しばらくってそんなに間も置いてないんですけどね、歌を忘れちゃいけないので、カナリアクラブっていう会を作りました。最初分かんなかったです、どういう意味が、はいはいはい、そんなこともありました。そうでしたか。だってね、メンバーが集まればおじさんたちがいっぱい集まって、なんでカナリアってなりますよね。そうそうそう、本当ですね。